はい、どうも皆さんこんにちは。本日もポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょうか。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、そういったところで今日の内容なんですが、1点情報共有させていただければと思いますね。これはかなり重要な内容になります。では早速画面共有していきたいわけですが、まずはこちらを見てください。ポケモンレジェンズアルセウスポケモンリストってことで、こちらですね、海外の方が作成されたものになります。でこちら見ていただければわかるかと思うんですが、今作は242体のポケモンが出てきます。で全てのポケモンが載っているわけなんですが、ただそれだけじゃなくて、なんとですね、例えば翡翠ジュナイパー、こちらクリックしていきましょうか。でこれをクリックすると、まずですね、こちらの方に種族値が載っています。88、112、80、95、95、60で、トータル530ってことです。で、それだけではなくて、なんとね、具体的に何レベルでどういった技を覚えるのか、で、威力はどれぐらいなのか、で、物理なのか特殊なのか、そしてタイプは何なのか、で、命中率はどんぐらいなのかっていうことも載ってますね。はい、これはかなり使えるんじゃないでしょうか。でこれはあれかな、なんて言ったらいいんだろう、教え技って言ったらいいのかな。多分これ教え技で合ってますよね。で教え技では具体的に何が覚えられるのかっていうところを指してます。本当にね、これを見るだけで種族値、覚える技で何レベルで進化するかっていうところまで分かってしまいます。まあ従来のポケモンであれば種族値っていうのは変わらないと思うんですが、ただ今回は翡翠姿であったりとか、あとは完全新ポケモンが何体か追加されていると思います。ですので新しく追加されたポケモンの種族値っていうのは皆さんご存知ないと思うんですよ。ですので今から見ていきましょうか。で次は翡翠爆粉、翡翠爆粉はこんな感じになっています。73、84、78、119、85、95で合計が534か、まあ合計値は変わらないんだけど、内訳が変わってますね、原子と比べると。まあこんな感じで、で大剣気で、大剣気の場合は90、108、80、165、85ってことで、まああれかな、まあ両刀型になってるって感じか。まあ攻撃と特攻両方とも高いですよっていう。で合計値は特に変わってません。でバサギリがめちゃくちゃ気になるな。そう、バサギリ気になりますね。ちょっとバサギリ見に行っていいですか。あ、アヤシシ見ようか。アヤシシは525毒か。で103、105、72、105、75、65。そう、アヤシシね、実はこう見えて素早さが低いんですよ。多分すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、とにかくね、このアヤシシ素早さが低くて結構話題になっていたんですが、やっぱり低いんだ。まあ基本的には70ぐらいが標準って言われているんですが、それより低くなってますね。でこれ多分ね、脅ししより低いんですよ。脅ししは85あるんですよね。なので進化することによって実はね、素早さが遅くなってます。こんな感じか。見比べてみると結構面白いよね。まあ、HP とか耐久とか火力とかが、まあ、全般的に底上げされてはいるんですが、ただスピードが、まあ、減ってしまってるって感じかな。まあスピードしか逆に言うと差別化できるところがないから何とも言えないところではあるんですが、まあ、このような形になっています。で既存のポケモンの種族値に関してですが、おそらく変更点はないと思いますね。ですので本当に完全新ポケモン、そして翡翠姿のポケモンのみ変化してるって感じか。でバサギリ、まあバサギリに関してはあれですよね、今作最強ポケモンランキングでも入ってくるぐらい結構メジャーなポケモンではあるんですが、合計種族値は500っていうことですので、ストライクとハッサムと変わりません。そうなんだよ、ストライク、バサギリ、ハッサム、トータルはこれ変わらないんですよね。じゃあ何が変わるかっていうと、タイプと、まあ、種族値内訳と、あとは覚える技が変化します。なのでストライクと種族値合計変わらないんですよね。
で、このバサギリは攻撃がとにかく高くて、で、なおかつスピードもそこそこ速いと。まあ、対人戦じゃないから普通に使えるレベルではあると思いますよ。85だったらね、対人戦だと先手は取れないと思いますが、ただまあ普通にゲームやってる分には全然なんか使えるポケモンではないかなと思います。で、あとは、特攻が極端に低くて、で、特攻が低い分耐久とか火力とか、あとは素早さに振り分けられてるって感じかな。ただストライクも低いよね。55。で、ハッサムも低いはず。55。って感じか。で、バサギンの場合は虫と岩タイプってことで、結構珍しいタイプ構成になってます。ってな感じかな。まあ、ストライクも強いからね。まあ、あんまり使う人いないけどさ。で、あとはハリーマンか。で、ハリーマンも結構優秀ですよね。510か。で、ハリーセンが確か440なんですよ。なので、種族値が進化することによって70向上してます。で、HP が85。で、攻撃が115と。で、ディフェンスが95。まあ、防御95と。で、特攻65で、特防が65。で、素早さが85ってことで、まあ、素早さもそこそこ早いんで、まあ、結構使いやすいポケモンではありますよね。ただ、ここで1点注意点なんですが、ハリーセンってさ、水タイプっていう認識が強いと思うんですが、ただ今作からは水タイプが抜けて、悪タイプと毒タイプ、こちらの2つの複合タイプになりました。そう、悪タイプになっているんですよ。まあ多分多くの方が知っていると思うんですが、まあこういった形になっています。はい。で、他気になるポケモンとしては、やっぱりこいつかな。こいつ気になるよね。ガチグマ。名前がすごいよな、ガチグマって。で、種族値の合計が550ってことで、まあ、かなり高いポケモンになっていて、おそらく新しく追加されたポケモンの中では、一番種族値合計が高いんじゃないかな。で、まあ、上から130、140、105、45、80、50ってことで、まあ、似たようなポケモンだとドサイドンかな。そう、ドサイドンもね、大体同じぐらいの種族値合計をしていて、なおかつ振り分けもほとんど同じなんですよ。なので、まあ、競合は、ドサイドになってくるのかな。まあ、今回はドサイドハードロックがないんで、多分ガチグマの方が使いやすいんじゃないかなと思いますね、タイプ的には。まあ、ノーマル地面タイプっていうことで、4倍弱点がないっていうのがかなりでかいよね。まあ、こんな感じか。で、進化方法に関してはこちらに記載がございます。いやー、これすごいな、本当に。これはマジでね、使えますよ。やっぱり新しいポケモンの種族値が分かるっていうのがいいよな。で、イダイト。で、イダイトに関しては530族。で、攻撃と HP が高くて、あとはまあ、平均的みたいな感じかな。120、112、65、80、75、78ってことで、まあこのような内訳になっております。まあよく比べられるのがギャラドスなんですが、ただまあギャラドスとイダイトだったらまあ使いたいものを使えばいいんじゃないかなっていう感じ。ただまあ4倍弱点がやっぱりね、イダイトないので、ギャラドスと比べると、まあ結構安定するかもしれませんね。ただ今作ってさ、そんなになんか強力な電気タイプのポケモンってあんまりいなくて、なおかつそのストーリーを攻略する上で、あんまり電気タイプと対面しないんで、まあギャラドスもギャラドスで結構安定するんですが、ただまあ技的にはイダイトの方が優秀かな。まあ好みの問題かなと思います。で、こんな感じか。はいはいはい。で、ロトムもしっかりとここに記載がございますね。はい。こちらもぜひ覚えておいていただければと思います。で、オーニューラか。で、オーニューラに関してはこんな感じ。で、素早さがね、実はマニューラより若干低くなっているんですよね。120でございます。で、合計は510。まあ、個人的にはマニューラの方がいいんじゃないかなと思っていますが、どうでしょうか。で、タイプは毒タイプと格闘タイプって形になってますね。はい。いやー、いいねー、今作。なんかいろいろ出てきてるさ。で、これか。で、95、127、184、34、36、38ってことで、かなり尖ってますね。はい。かなり尖ってるでござると。で、他はまあ、おっさんとかもいるわけか。で、おっさんと。で、おっさんの新しいバージョン。誰だっけこれ。名前何でしたっけ。ラブトロスか。なんか名前がすごいよね、ラブトロスって。で、まあ、580族。ってことで、
雫地合計も出てますね。で、フォルムチェンジすると若干打ち明けが変わるっていう。まあ、こういった形になってます。はい。まあ、そんな感じか。で、アルセウスは皆さんご存知の通り、全部ね、120ということで、これすごいよね。オール120よ。超、オールラウンダーみたいな。で、こいつは、ディアルガのフォルムチェンジバージョン。これ見たらわかるけどさ、あんまりなんか変わってないんですよね。あんまり変わってないからさ、正直なんか好みの問題かなって思いました。まあ、対戦もないからな。今度はパルキアと。まあ、こんな感じになっている。まあ、とにかく、特攻が高いよね。特攻がね、めちゃくちゃ高いので、まあ、そこが非常に使いやすいなと思いました。で、ギラティナか。まあ、ギラティナって結構その器用貧乏なんですよね。まあ、確かに強いっちゃ強いんだけど、まあ、器用貧乏っていう、そういったイメージがございます。まあ、そんな感じか。で、翡翠ウォーグル。まあ、こんな感じ。まあ、合計値は変わってないんでね。だからま、そんなに、めちゃくちゃ、ステータスが変化してるかっていうとそういうわけじゃないから、やっぱりその覚える技だったりとか、まあ、そこら辺がやっぱり変化してるっていうのがでかいのかなと思いました。まあ、姿、形は変わるけど、結局合計値変わってないからね。で、元祖伝説ポケモン、ウィンディ。はい、こんな感じ。ただ、ウィンディに関しては結構強化されてるかなと思っていて、なんかその、以前のウィンディであれば、あまり特徴のない種族値だったんですよね、打ち明けが。ただ今回攻撃が115速になってるっていうことで、まあ、結構火力も上がってるんで使いやすくなってるんじゃないかなと思いました。多分15か10ぐらい上がってますよね、種族値が。なので1割ぐらい火力が増してるはずですね。まあ、そんな感じか。で、まあ他にも色々語ってきた内容はあるんですが、これ以上語ると時間がかかってしまうので、今日の動画この辺りで終わっていきましょう。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあねー。